自由民主党の派閥水月会水月会とは自由民主党の派閥水月会とも書く通称は石破派安倍晋三の自民党総裁無投票再選が決まった2015年9月8日の総裁選の翌日の9日安倍内閣で地方創生担当大臣を務める石破茂は自身が顧問を務める派閥に所属しない議員で作る無派閥連絡会を解散し 自身の派閥を結成する意向を表明、9月28日に水月会として発足させた。派閥の名称は、知人の臨在州全省案の住職に依頼して、付けられたもので、水月道場に座すという前後に由来しており、水も月も無心に移すように、無視、無欲の高い境地から勤めていく、無心で時代の要請に応えるという思いを込めたという。なお、水月とは、 軍人で、水と月が相対するように、両軍が接近して睨み合うことの意味もある。参加メンバーについて、石破は、幹事長時代には、脱派閥を訴えていたため、党内からは、現行不一致を指摘する声もあり、実際に、石破の側近とされる、おこのぎ八郎国会対策委員長代理は、石破氏を首相にしたい思いはあるが、派閥のイメージは、 に使わしくないとして参加しないことを表明し、同じく側近とされる浜田誠一も参加を見送るなど、一部議員の不参加も招く中、衆参合わせて20人の議員が参加し、自民党で8番目、参加議員数では6番目の派閥となった。派閥の特徴として、他の7つの派閥は自民党発足時の派閥の流れを組む一方、水月会は新たに、 無派閥の議員を中心に構成される。石破は派閥発足時の記者会見で自身が大臣を務める安倍内閣を支えると同時に安倍の任期2期6年の折り返しの段階から時間をかけて今後50年先、100年先を見据えて政策体系を構築し行動し国民と正面から向き合い議論し共感と納得を得られる。 政策集団を作りたいとする意向を示した上で、私のようなものでも仮に政権を担うのが望ましいということであれば、それを目指したいとして首相就任を目指す意欲を見せた。2018年9月20日に行われた自民党総裁選挙で石場が立候補したが、現職の安倍晋三に敗れた。2019年9月11日に発足した第4次。 安倍第二次改造内閣での石場派からの入閣はなかった。2020年9月14日に実施された自民党総裁選挙に石場は4度目の出馬をし、選対本部長を会長代行の山本雄二が務めた。結果は内閣官房長官の菅義偉が有効投票数の534票のうちの377票を獲得し当選した。石場は 同じく両候補した政務調査会長の岸田文雄の89票に次ぐ68票で敗れた。9月16日に発足した菅義偉内閣では田村のりひさが厚生労働大臣で入閣した。石破は4度にわたる総裁選敗北の責任を取って10月22日会長を辞任。石破は事務総長の鴨下一郎を公認に指名したが、誇示され、 石場の辞任から1ヶ月が過ぎても、公認や派の方向性が決まらず、霊界も開けない状態が続いた。12月、会長職は空席のまま幹部による集団指導体制で派閥を存続させることを決めた。同会所属の山本雄二は退会しない形の休会届を提出した。12月17日、4人の世話人が、鴨下一郎、後藤田正純、 福山守、樫博之に決まる。2021年1月21日、石破茂の顧問就任と、事務総長を務める鴨下一郎の代表世話人就任が決まる。9月27日、石破派は休会中だった、山本雄二が17日付で退会したと発表した。同月、古川貞次は30日付で石破派を退会した。 古川氏は2015年の派閥決定時から3年、あまり事務総長を務めた。4人の世話人による集団指導体制、石場の会長辞任を機に、2020年12月、鴨下一郎、後藤田正純、東博之、福山守の4人による世話人制となった。ありがとうございます。